疲れ様です。はい、お疲れ様でした。もう結構今年はね、ある本当になんかいろんなことがありすぎ。一応まあ全部で3箇所場所を用意してて、で朝一番の場所行ってで1本取ってでもう1本かけてバレてで次の場所へ行こうって言って10時に釣りを切り上げて移動してきて10時20分北浦大橋に差し掛かったところで燃料がいかなくなって止まってで、レスキューしてもらって11時にここに着き11時15分ぐらいにここへやっと着き引っ張ってきてもらってで11時半から修理してもらってで結局治らず12時20分に湖に浮かびエレキだけで釣りしたけど無理って感じで終わったので、めちゃめちゃ悔しいんですけど、まあ、受け入れないとしょうがないんで明日は残ってる2箇所てかそっちが本命だったんでそこに行けなかったですね。でも1回出てもうそのあたりしかできなかったっていう感じなんですね。撮影来たらえらい近いところに加藤さん浮いてるなとそれは動けなかったんです。まあでもすごい遠くでエンジン壊れなくて逆にあそうですね本当に帰ってこれないような状態になるところだったんで、じゃあもう栄光して戻ってきた、栄光して戻ってきた。まあトーナメントいろんなことあるんでしょうがないんですけど、でも絶対下つってきますよ。絶対つってくる、絶対トップ8する明日。明日じゃあちょっと楽しみにしたいです。はい、楽しみにしてください。ありがとうございます。